や大きいぞこれはまた。締めて1億以上ですか。今年赤字みたいだからちょっと様子見ます。2023年11月の24日になりましたということで、おはようございます。あら、もいもいさんじゃございませんか。じゃじゃーん、お孫ちゃん、はじめまして、もいもいさんでございます。お久しぶりです。どうですか、もいもいさんの売り上げの方は。まあまあ、ぼちぼちと。あ、そうですか。もうぜひね、もいもいさんおすすめなんでね、お孫ちゃん美味しいもんね、さつまいもね。はい、したら頑張ってください、はい、どうも。はい、ということで、もいもいさんも出店ということでございますが、うわ、すごいね、いっぱいこれ。あ、テラスバーガーさんじゃございませんか。細野さんではね、大変お世話になりまして、はいはい、お孫ちゃん、これテラスバーガーさんだよ。むっちゃうまいんだぞこれね。はい、じゃあ頑張ってください、どうも。はい、ということで、たくさんのお店が並んでいますが、本日はですね、ヤンマーの展示会でございますよ。お孫ちゃん、行くぞ。おはようございます、どうも。受付したいと思います。と、 LINE 登録しますかね。何でもね、今こういう登録が必要です。お孫ちゃん、どの色がいい。黄色がいい。何色がいい。あ、それ、あ、やった。はい、黄色だそうです。はい、もらったもらった。嬉しいね、ちょっと。お孫ちゃん、綺麗なお姉さん大好きだもんね。嬉しいね、朝からね。テンション上がるね。すごいぞ、機械がいっぱいだ、お孫ちゃん。あ、これはこれは、キューホさん。あ、どうもどうも。お世話になってます。キューホさんでございます。これね、乾いた時がっつりね、もう最高ですよ、これね。あの、湿けた時はちょっとね、また違うのに変えちゃうんですけど、乾いた時にはこれ抜群だから、これ、お孫ちゃん。すごいんだぞ。これでね、目しっかり出てね、お孫ちゃんのおもちゃとか買えるんですから。これが草分け機ね。よく皆さん使ってますよね、豆シャトルね。399,300円。税込みか。こんなすごいのもございます。いきなりなんだ、このスプレーは。アイスプレーヤー、うん、あ、すごいねこれね。お孫ちゃん気に入りました。あ、強烈。おじじはこの強烈使ってますが、今は強烈はいくらするのかな。あら、まあ、1400万します。おじじ買った時600万と1000円だったんだよね。あ、もう各種スプレーヤーがもう並んでおります。あ、なんかこれ肥料分配器でございますね。これだよね、ヤンマーさんといえばこれだ。新型130馬力。じゃじゃーん。お孫ちゃんすごいな、これかっこよくね。お孫ちゃんこれすごいね、これかっこいいね。わ、乗りたいな、乗りたいけど乗してくんないな、これな。これは運転席乗れないんですね。ダメみたいですね。手を触れないでくださいって書いてあります。このジョンディアは手を触れていいんだね、きっとね。乗り降りしたら危ないか。乗ってみるか。ジョンディアだ、ジョンディア。おーすごいすごい、面白いね。あー、気に入りましたか。これ買おうか。はい、お孫ちゃん、ジョンディア気に入ってます。値段はね、3000万します。お孫ちゃんちょっと買えないわ。おじじ、お孫ちゃん怒ってます。もう一回乗せろって怒ってます。気に入ったトラクター。他のもあるから見に行こう。乗りたい。次見に行きましょう。なんかいっぱいあるね。あー、マニアスプレッターだね。レム系のこれハシキだね、これ。うわ、すげー。あー、やっぱりこの溝ついてんだね、これ。おじじ借りたマスキオのあれと似てるね、お孫ちゃん。はあ、真空ハシキだ。これなんだ。あー、これ牛屋さんの中だね、餌切るやつだね。わ、あっちの大きい機械いっぱいある、見に行こう。ん、いきなりマッサージチェアがなんか気になるな。いいねこれ。これいくらするんだろうね。248,000円、税込み。こっちは最高級60万。いや、ちょっとこれいいね。ちょっとお孫ちゃん、これおじじこれ座りながら YouTube 作りたいな。でもちょっと今年赤字みたいだからちょっと様子見ます。うわー、おっきいぞこれは。またお孫ちゃん見てこれ、やばいね。これもスプレーヤー専用のすんごいでかいトラクター。いくらするんだ。値段ね、797万円じゃなくて7975万円だわ。お孫ちゃんすごいでしょ。はあ、スプレーヤーで7000万でございます。でもすごいねこりゃ。おお、もう少しで1億だ。はい、ジョンディアのコンバイン9658万円でございます。これなんか空気ね、これまだあれかい、825万円。ヘッダーだけで825万円。エアリールで470万円。すごいね、エアリールシステム。締めて1億以上ですか。すごいでしょ。おーおーおー、すごいね。こんなの乗りたいね。乗っていいのかな。乗るか。乗るったって、あんたこれおじじこれ乗って降りたらお孫ちゃん落としちゃうわ。はあ、すごい。乗りたい、乗りたいの。乗る、やめとこ。あ、こっちは牛屋さんのね、フォーレージハーベスターだね。北海道コーラルさんね、売れて売れてもう仕方ない北海道コーラルさんでございますね。与那国島から緑の大地、ウルカル飼料でございます。はい、皆さん満たす肥料とかもね、お使いいただければということでよろしくお願いします。お孫ちゃんね、やっぱ肥料大事だから、肥料がいいとね、お孫ちゃんのおもちゃ買えたりするんだわ。はい、どうもすいません。ということで、ジョンディアのこれフォーレージハーベスター、なんと9779万円でございます。でかいね。お、なになに。あ、トラクター乗りたい、乗りたいんだ、トラクター。これは安いかな、3437万5000円です。これジョンディア4700万円。うわ、でかいね。250馬力。はい、お孫ちゃん、これこれ。コンバインだ、コンバイン。ちっちゃいコンバインだね。ちっちゃいっつっても結構大きいよ。1700万します。乗りたいの、トラクター。こっちに乗るか、この155馬力に乗りますか。
乗りて、これなら乗れるかな。じゃあお孫ちゃん頑張って乗りましょう。はい、お孫ちゃん乗りたいって騒ぐからね、お孫ちゃん乗せたいと思います。ちょっとおじいじフラフラしてるぞ、大丈夫か。よっこいしょいち、やった乗ったぞお孫ちゃん。お孫ちゃんトラクター乗ってご機嫌です。バイバーイ。お孫ちゃんむっちゃトラクター気に入ってます。大好きだもんね。もう乗せろ乗せろってうるさい。さっきね大きなコンバイン乗せようと思ったんだけど危ないからやめました。あーボタン上手に使うね、あなた操作できそうだね。お孫ちゃんね、お孫ちゃんすっごいトラクター大好きなんだよね。あーそうかそうか、もう気分はすっかり農家だねこれ。バイバイバイってしてますね。バイバイってお孫ちゃんすっごいご機嫌です。あバイバイ、ご機嫌なお孫ちゃんでございました。かわいい雪の上喜んでる、ちゃんと歩けてる。姉ちゃんからもらったピンクのシェリーメイの服似合うね。かわいいね。